ハイチューブ TV。何これ、目がおかしくなってる。何これ何、なんかの機能、俺なんか押したのかな。ライブになってますね、これ。これなんで目がこうなってんの。こんなです。こういう機能があるわけ。ライブのやつ、配信を開始しました現在から。え、なんでこれ目がこうなってんだろう。新しい機能なのかな。俺これにしたいわけじゃないんだけどまあいいか。こんにちは、札幌占い美容室ハイマガシの後藤です。パウダーブリーチに アルギニンか、アルギニン混ぜてちょっとワンブリーチしたんですよね。放置20分ぐらいで、でそのベースに色をかぶせたんですけど、で結構ですね、ちょっと使えるものがあって、それ何かっていうと、うち使ってるこのスローのカラーなんですけど、これスローですね。で、最近なんかいろんなカラー出てきて、それね、他のカラーが人気が出てたりとかするんですけど、もう僕は変わらずスローを使ってるんですけど、スローのいいところが、これ目すごい、スローのいいところはですね、この白髪染めで CA って書いてるのが白髪染めなんですけど、 CN とか CA のこれ08と CN の06なんですけど、これで染めたんですよね。これを1対1で染めまして、このグレーカラーが、スローのグレーってすごい赤み消してくれるんで、アッシュ系が出しやすいんですよね。なので、スローのグレーで、トナーするのすっげーいいんですよ。で通常の、グレーじゃないカラーの方でトナーすると、結構色がスロー強いんで、アッシュに寄りすぎてすごい変な色になったりとかするんですけど、ちょうど白髪染めのスローのやつ使うと、6トーンとか8トーン使うと、この N でもね結構赤み取れるんで結構いいんですよね。でちょっと、今日はアッシュ入れてみたんですけど、アッシュ入れて1対1で、 N と1対1でやりました。なんで、ちょうどその削られたメラニン色素をちょっと補充するっていうか、ある程度白髪染めのグレーカラーの方で程よい色にしてくれるんで、結構使えるかなと思います。なんで僕結構ブリーチした後って、この間も女の子ブリーチ結構いて、かなり白くなった上に、あれですね、 10N の、CN の10なんですけど、 CN の10をオキシ3倍で溶かしてちょっと色を薄くして乗っけたらすごい色出たんですよね。なんでスローは普通のファッションでも使えるんですけど、このグレーカラーがすげえ使えるんで、おすすめです。はい。なんで、スローのグレーカラーは本当いろいろ万能なので、結構グレーやっても外さないんですよね、結構これ使うと。なので、あ、目治った。あ、治んねえよ。で、おすすめです。はい。で今日メンズのねスタイリングします。これスタイリングします。はい、大丈夫。はい、今日はこれね、僕昨日行ったお店の T シャツです。ローマのお店がコトニーにあるので、ここバッキーヤローマです。美味しいです、ここの店。まあいいや、 T シャツ買いました。でこれなんだっけ、これね、デューサーの4番をセットでもやり方ないよ、まずこれ。ほとんどこれやり方って言っても、こう手つけるでしょ、つけて、これやり方ほんとないんだけど大丈夫、はい、で手につけるよ。でシャンプーするだけで、シャンプーをします。で、ワックスって最初につけた位置が最初一番つくんで、耳から後ろの方を最初触ったほうがいい。いきなり前髪行くと前髪つけすぎて束感出すぎちゃうんで、後ろからやっていきますね、シャンプーは。で前に向かってスタイリングしていけば、スタイリングっていうかな、僕も切ってるカットラインがそのまま出てくれるので、いろいろこんな感じで
してないでしょ、これ。はい。いや、でもなんかなってきたでしょ。そうです。っていう感じで、これで、それなりに。で、前髪最後にこうちょっと触って、あとここだけ、日本人がここ貼りやすいんで、ここをちょっと押さえてあげて、あとこのバッグ、ね、ちょっとこれを引っ張る。引っ張ってちょっと遊びを作る感じにした方が、ちょっとね、ブロック入れれないから、学校の決まりで、そこは、本当はブロック入れたらもっとかっこいいんだけど、もうここあるとちょっと違うでしょ。ここはちょっとね、あった方がいいかなと思って。で、この後ろのここら辺をさ、ちょっとこうやってやっとけば、まあブロックないけど、ブロック風に見えるかな。前髪はちょっとこういう風に指で、なんか無造作に、こういう風にやればいいんじゃないでしょうか、ね。はい。そんな難しくはないかな。基本シャンプーだと思う。タバコ感を出して切ってるんで。なんかこう無造作な感じが、なんかこっち行ったりあっち行ったり。前髪をこういう感じで。分かった？はい。やり方もないもんね、これ。こういう感じになった。はい、あれ目なんないね。ならないです。あ、なるほど。はい、こういう感じに。で、こんな感じにしてくれれば大丈夫じゃないですか。はい。ちょっと後ろを見せます。こういう感じになって。はい。色抜けながら、抜けてきたのをちょっと楽しみながらできるといいんじゃないかなと思います。